M2F1C-47 により、栄光される M2F1M2F1 は、翼によらずに、胴体で揚力を得るというリフティングボディのコンセプトに、基づき、1960年代から70年代に、かけて、NASA が試作した、実験用航空機群の第1号である。1962年に、NASA のドライデン飛行研究所が軽量で動力のない、 航空機として本機の製作を開始し、翌1963年に完成した。自動車による軽飲飛行試験を経て、最終的に消出力ロケットを搭載して、輸送機による栄光滑空試験が行われた。機体は構成フレームに合板を外皮として貼り付けた構造をしており、卵を縦半分に切ったようなな形状とそのサイズから、 フライングバスタブと呼ばれた。名称の M は友人、F は飛行を意味しており、F 以降の数字が機体番号を示し、後継機として M2F2 や M2F3 が開発されている。外皮を被せる。 途中の M2F1 の後部フレームリフティングボディの概念は1950年代半ばに NASA の前身である国家航空諮問委員会のエームズ研究所から提案されたもので宇宙船が大気圏へ再突入した後に通常の飛行機と同じように水平着陸させるために考案されたそのような宇宙船を用いればアポロの司令船のような弾道的再突入軌道を 取る場合に比べて、操船範囲が広がり、カリフォルニア州程度の領域内に自由に着陸地点を決定することができるとされた。また、通常翼を用いる場合に比べ再突入時の熱応力によるダメージが緩和される効果も期待されていた。1962年2月、リフティングボディの概念実証のための実機、製作プロジェクトが立ち上げられ、 ドライデン飛行研究所のデールリードが中心となって、機体設計やデータ収集が進められ、予算獲得のための努力が行われた。結果的に集めることのできた資金は全部で3万ドルという少ないものであったが、これにはプロジェクトに対する当時の機体の薄さが現れている。M2F1 の製造は、ドライデン飛行研究所と地元のグライダーメーカーである。 ブライグレッドグライダーの共同作業によって行われた。機体内部の構成フレームの構築は NASA の工員と技術者が行い、マホガニーから作られた合反性外皮の製造はブライグレッドグライダーのガスブライグレッドとその行為の手作業によって進められた。この作業はハワード・ヒューズの巨大飛行艇 H-4 の開発に参加していた。 NASA のコインアーニー・ラウダーも支援した。この他、アルミニウム製の尾翼、操縦系統、セスナ150型から転用した、膠着装置などを含めた最終的な組み立ては、NASA の施設で行われた。経古車両のポンティアックコンバーチブルと M2F1 車両経古によって浮き上がった M2F1、M2F1 の最初の飛行テストは、 現在のエドワーズ空軍基地で行われたが、まず機体を自動車で牽引してタコのように引き上げることで飛行特性を調べることになった。牽引車両はポンティアックコンバーチブルを改造したものであった。1963年4月5日の牽引試験において規則が時速 138km に達した際、テストパイロットのミルトン・オービル・トンプソンは、 初めての機種上げを行った。しかし、後部降着装置を支点に機体が前後にバウンドして、制御不能に陥り、機種を地面に擦りつけた状態で、やっと停止した。その後何度か同様の試みが行われたが、やはり操縦不能に陥ってしまった。このため離陸の際に機体が仰向けに転倒する、危険性があり、パイロットのトンプソンは降着装置に何らかの問題が、 あるのではないかとも疑った。しかしこの後にテストの様子を撮影した映像を確認したところ、操縦不能はラダーの不においな動きによって引き起こされていたことが分かった。ラダー等の動力を司る第二操縦システムをより安全と考えられた第一操縦システムに取り替えたところ、二度と同じ問題が起こることはなかった。また、 牽引に使用された車両は機体を地面から引き離せるほど強力ではなかったことも判明した。これを解決するため、ビルストラーブは牽引車両のエンジン強化を行ってホットロッド車両へと改造し、さらにロールバーの負荷と右フロントシートを後方に向ける回収を行った。牽引速度は時速 176km まで上がり、 機体を地上7メートルまで浮上させることに成功した。この際に経緯柵の解放を行い、約20秒間の滑空を行うことができた。自動車の経緯で期待される成果はここまでであったが、これらの初期テストで得られた実験記録によって、研究は前進し、C-47 での栄光飛行が行われることになる。 C-47 によって栄光される M2F1 航空からの滑空試験に先立って M2F1 は射出座席と機体ビブに小型ロケットを装備した。この小型ロケットは開発チームからインスタント LD と呼ばれ必要があれば5秒までの噴射が可能になっていた。トンプソンはその後しばらくポンティアックの牽引での練習を続け、 C-47 による飛行試験に備えた。初回飛行は1963年8月16日に行われ、パイロットはトンプソンが務めた。栄光時の M2F1 の前方視界は、機種が上を向くせいで非常に悪かったため、母機である C-47 より6メートルほど高い位置を飛ぶことで、機種下部に設けられた窓から母機を確認できるようにする。 必要があった。C-47 は、軽音速度およそ時速 160km で、高度 3660m まで上昇し、そこで、M2F1 が解放されて、エドワーズ空軍基地に向けて、滑空飛行を行った。通常の飛行試験では、滑空速度が、時速 180km 程度になり、分速 1100m で降下した。降下中に、 高度300メートルになったら、機種下げを行って、速度を時速240キロメートルまで増加させ、高価角度20度で高度60メートル付近に達したら、ロケットに転化した。この方法によって、着陸をスムーズに行うことができ、リフティングボディの実用性が示唆された。M2F1 は1966年8月16日まで飛行試験に供され、 リフティングボディの概念を最初に実証して、全金属製の後継機への布石となった。地上牽引は400回、航空機に引かれての実験飛行は77回に、上った。M2F1 の試験には、チャック・イエーガー、ブルース・ピーターソン、ドン・マリックといったパイロットも参加している。M2F1 計画は、NASA のエ m ムズ研究所の発想を実現させることに、 成功し、ノースロップ製の M2F に及び、HL-10 の開発やアメリカ空軍の X-24 計画といった、さらなるリフティングボディ研究へと発展した。また、M2F1 に始まるこれらの研究で得られた、データの一部は、スペースシャトル計画にも影響を及ぼしている。M2F1 とその後継機、M2F2、M2F1 の三面図。 ありがとうございます。